鈴木隆秀は、日本の都市計画家。株式会社 UG 都市建築、日本 ERI 株式会社創業者。東京を生まれ。日本の都市デザインの草分けとして、幕張新都心、六甲アイランド、シーサイドも、餅などの大規模埋め立て地における、新市街地計画やウォーターフロントの都市開発の先駆けとなる佃島のリバーシティ21などを構想立案。特に、 幕張新都心は集合住宅によって市街地を形成する日本初の都市デザインとして高く評価されている。また、アクトシティ浜松ガレリアモールといったアトリウム、さらにリサーチパーク、コンベンションなどの数々の新しい施設、空間を提案し、日本の都市デザインの発展に貢献してきた。平成七年の阪神淡路大震災をきっかけに日本の都市づくりには、 美しさ楽しさの提供だけではなく、安全で強固な都市づくりも大切だと悟り、平成11年に建築確認検査、住宅性能評価を行う、第三者機関、日本 ERI 株式会社を設立。民間の建築確認検査機関の第一号として、日本の防災都市づくりを支えてきた。平成27年8月に、日本 ERI 名誉会長職に退き、 平成28年に3度目となる新事業でアートする人と共にアートで街を満たしアートを皆で楽しむをコンセプトに一般社団法人コパー研究所設立規制概念にとらわれない発想で作りの接点を構想平成29年秋国土交通大臣表彰及び日本建築養成会議表彰を受賞ありがとうございます